こんにちは、パパパイングリッシュのナッキーです。外国語でも文字でつまずく子どもって少なくないんですよね。特に読み書きが苦手な子どもは一度つまずいてしまうと、そのつまずきはこの後長く続いてしまいます。国語のローマ字、一瞬で単元終わりましたよね。クラスの何人がその中でローマ字を覚えられましたか？たった4時間で19文字、しかも小文字？いやー、覚えられるはずないと私は思っているんですけどね。国語のノートって縦書きですよね。4線も当然書いてませんよね。特別なプリントを用意しとかないと、なかなか授業難しかったんじゃないでしょうか。漢字の指導はあんなに丁寧にするのに、ちょっと差がすごすぎると思いませんか？外国語では外国語活動の文字の図形認識から始まって、3年生から6年生まで4年かけて26文字 ×2 大文字小文字を定着させていきます。文字指導を丁寧に行うことで、アルファベット文字から単語へ、単語から文へ、スムーズに中学に向けての素地ができていきますし、一つ一つの文字を丁寧に教えることは、この後の音と文字の学習の理解も助けます。まずはハードルの低い大文字を完璧にマスターさせて、自信をつけさせて、書く活動が大好きな子どもたちになってもらいましょう。ってことで、今回最初の肝は、文字指導は一文字一文字丁寧にでした。さあ、いよいよ4線指導の話に入りますが、4線指導で一番大事なことって何でしょう？私はこれかなって思っています。いや、まずはね、そこからなんですね。まず4線について説明しないとね。何のための4線か意外とわからないまま、なんとなくスタートしちゃうと、これなかなか定着しません。なんでしつこく先生は4線に書かせるんだ、もう自由に書かせてくれよみたいな。もうね、この理由が子どもたちの腑に落ちないと、4線の重要性に全く子どもは気づかないし、意識をしません。なので最初にそこはちゃんと説明した方が、この後の4線指導がずっと楽になりますね。英語の文字には大文字と小文字があります。大文字っていうのは3年生の時やったよね。小文字、あ、4年生の時やったよね。形ちゃんと覚えてる？5年生の初めだと、実はね、結構な子が完璧には覚えてないです。まだだいぶ怪しいですね。はい、まあまあそれは置いといて、説明ね、私はこんな風に伝えてるんですね。はい、小文字と大文字、大文字と小文字、これ使うにはね、コツがあるんだよね。はい、まず1、はい、文の最初はこれ必ず大文字になります。これ英語のルールね。そしてみんなが名前書くとき、これも必ず大文字からスタートします。名字も名前もね。まあこれくらいの説明で今は大丈夫です。そして2番目、ね、はい、大文字と小文字をきちんときれいに書くには、高さ、大きさ、それから向きに気をつけないといけないんだよね。ね、それを上手に書くために練習用に作られたのがこの4線です、ね、外国では3線のところもあるんだけど、日本では4線を使っています。で、ちょっと見てくださいね。この4線1本だけ他の3本と違う線があるよね。どこだろう、うん、ね、これちょっと左と右と違うんだけど、左は色が違うよね。右のは線の種類が違うよね。はい、どっちも4線です。これ何が違う？上から何本目？そうだよね、3本目だよね。なんでここだけ違うと思う？はい、この線が一番大事だからだよね。わかる？まあこんな感じですね。はい、これがね、文字を書く時の基本になりますね。アルファベット文字はここの大事な第3線のこの上に基本乗っかるっていうのを教えますね。というわけで、4線こういうものなんですけど、先生これから字の説明するときに4線をこう説明しますね。ダンダンダン、これ何に見える？これ家だね。はい、ちょっと豪華な家ですね。地上2階建て、そして地下が1階ありますね。大きい家です。
で、この家のどの部分に字が来るのかっていうのをこういうふうに説明しますね。はい、まず1階建て、これ真ん中の1階だけを使います。2階建て、これ2階まで突き出ちゃう、ね、で地下っていうと地下を突き出てる、こういう字です。で、まあ全部っていうのもあるんだけど、まあこれは後でね。はい、で今日は、今日からやるのは大文字です。大文字はこの2階建て、この部分を使いますね。で大文字っていうぐらいだから大きいのよ。入る1階に入りませんね。ダーンって突き破っちゃうよね。はい、ということで A は大きいので2階建てになります。大文字はこの A に始まり全部 Z まで全部大きすぎるので、この2階突き破ったこの1、2階建てっていう形になります。これを覚えておいてください。でこの4線なんだけどね、あの漢字もそうだよね。1年生の時みたいな大きなマスとかね、使ってませんよね今ね。はい、みんなが上手に4線の上に書けるようになったらもうこの4線いらないですね。大人になったらもう先生とかはもう下の線だけで書けるようになってますので、みんなもそれを目指してね、いつか4線なくなるように頑張ってください。まあそんな感じで、今みたいに家に例えて説明するのが比較的よく使われる方法です。教科書でもそう教えているところが多いと思います。とりあえずこのね、三線、第三線が地面だよっていうこの認識が大事なんですね。基本はこの地面の上に乗っかってる。でも大文字は大きいから全部2階まで突き破っているっていう、まあこういうイメージじゃないでしょうか。教材会社が出している市販のね、ちゃんとしたものももちろんいいんですけど、結構高価なんですよね。なんで予算がなーっていう先生は、実は学校にある材料だけで作れちゃいます。4線ライナー、こちらの動画ですね、YouTube 始めた頃に出した動画で、ちょっと今見るともういろんなとこ直したいんで恥ずかしいんですけども、というかもう私は見れないんですけどね、恥ずすぎて。まあ作り方はわかると思います。ちょっとそこだけねチェック、いやいやしてみました。材料費ね、ほんとほぼかからないんですよ。ネジ代ぐらいかな。だから持ってない方ね、簡単な DIY なんでぜひ作ってみてください。でこれを強くおすすめする理由はですね、まあもうこれ本当に私にとっては7つ道具で欠かせない教具になっています。まあ貼るタイプの4線とかもありますよね。それでもいいんですけど、この4線ライナーの便利なとこは、文や単語の長さに関係なく好きな長さに好きなところに何本でも弾けるってことなんですよね。やっぱねそこが便利なんです。でなぜ4線が必要かっていうと、書く活動を始めたばかりの5年生っていうのは、特にね文字のバランスや高さ大きさっていうのがまだねうまく書けないんです。で綴りを教える時って結構授業の中でありますよね。でパッパッパッって簡単に黒板に先生が書くんですけど、その書いた文字っていうのを彼らは4線ノートかプリントの4線に写すことになるんですね。ね、なので何か英語を黒板に書く必要があるときは、パーッとこの4線を引いてその上に書いてあげる癖をつけるといいです。とても親切です、ね、で私は4線に書くときは分かりやすくするために、4線が白と、青なので黄色で単語を書くようにしています。 3,4 年生は担任の先生が基本教えてらっしゃると思います。で5年生に上がってきたときに、受け持ちの子どもたちがどれだけきちんと前の学年でアルファベット文字の図形認識ができているかどうか、ね、持ち上がりじゃないことの方が多いと思うので、これ把握しとく必要がありますよね。なぜならば文字の形と名前がきちんと入っていないと、その状態で書く活動には本来は入っちゃダメです、ね、掛け算がちゃんと理解できてないのに割り算に入るようなもんですよね。はい、ここはきっきっちりね、もう結構きっちりやっておきましょう。これ長年の私の反省と教訓です。はい、図形認識ができてないのに上手に書くことはできません。図形としてしっかり頭に入っている文字が4線のどこに収まるのかっていうのを教えるんですね。さっきやりましたよね、4線の位置で。比較的大文字は簡単なんですよ。だからここは 100% 入れときたいとこです。大文字
ね、まだ怪しいなっていううちは3、4年生でやってたようなゲームでもいいです。で、何度も形を確認させてあげてください。前の動画でも言いましたが、アルファベット文字には実は決まった書き順はありません。だからといって子どもたちに好きに書いていいよって、これは不親切ですよね。子どもたちにとっては初めての外国の文字を書く活動になります。大人でもきっと初めてアラビア文字やミャンマー文字をさあ書いてみてって言われたら、え、これどっから書くのってなりますよね。それと一緒です。最初は一番書きやすい書き順を教えてあげましょう。漢字の学習と全く同じです。黒板の大きな四線に書いてみせて、一緒に空でなぞって確認してから、一文字一文字丁寧に最初は教えます、ね、読めるから書けるっていうわけではないんですよね。はい、頭の中の文字の形をどう四線上に置いていくのか、それを教えます。そしてもう一つ書き順で大事なのが、先生が正しい字形と書き順をきちんと押さえておくことです。なぜなら教える字形が昔とは変わっていることがあります、ね、これちょっと年代によって違うと思うんですけど、これ必ずチェックしてください。大きく変わった文字をちょっとチェックしておきましょう。じゃあまず G から。はい、昔はこれ C に T みたいな感じで書いてませんでしたか。あの新しい UD フォントは C にこう鍵型みたいなのを書きます。そうすると1、2、3で三角だったのが、今では1、2、二角で書けるんですよね。 J も上にピッて横線ついてませんでした、ジャパンとか書くとき。これあの今なくなりました。 UD フォントは、上がなくて一角で書けます。K、これかっこいいんですけどね、これどこから出すのか三角目わからないんですけど、 UD フォントは1、ク、ク、トゥ、これね、ここの部分あのくの字になってます。なので二角で書けるようになりました。それから R、 これもね P の途中から出てるの、これ難しいんですよね。なので根元の方から出ます。ここねくっつきますよ。ピッP にピッて書いて1、2、3だったのが1、2で書けるんですね。このように UD フォントの特徴の一つとして、できるだけ少ない画数で書ける、もういくつかの文字は一筆書きで書けるように工夫されているんですね。で、次の画をどこから出せばいいのか、そういう難しさがなくなって、子どもにとってはとっても書きやすい形になっています。外国語の書く活動は、単語やフレーズは基本写す、書写に近いんですけど、アルファベットに関してはこれは空で書けるところまで行きます。だからしっかり覚えてほしくて、結構いっぱい書かせようとしてしまいがちなんですけどね、もう覚えるまで1ページ全部埋めろみたいな今そんな先生いないか、まあ、あのでも行の端から端まで埋めてみようぐらいはやりそうですよね。ところが実はこれあまり効果がないっていう話をします。子供はそれ言われるとね、もう早く終わらせたいんですよ。だから文字をただ機械的に書き始めます。どん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 形が崩れて、一つの字形に対する注意が散漫になっていきます。その証拠にいっぱい書かせた文字見ると、最後に行くほど字の形は崩れて適当になっています。ね、最後までしっかり書けてる子これいますけどね、これとってもできる子です。優等生です。だからできる子はできるんですよ、ね、それができない子の方を見てあげなきゃいけないわけじゃないですか。だったら1回だけしっかり一緒に書いて、その後3回きれいに丁寧に書かせた方がいいです。さあ、最後に4線を使い始めの頃おすすめしたいのがこの活動です。いきなり4線に文字を書かせるのではなくて、4線に基本となる線を書く練習をすること、これがとても良いです。はい、斜め線とかね、縦線とか楕円とか、大文字学習の時は大文字の形を意識させながら練習します、ね、大文字はここの上の2行を使ってで書くんだよっていうのをインプットするのにすごい役に立つんですね。はい、ぜひやってみてください。
とにかくアルファベットの四線指導はもう漢字と一緒です。はい、根気強く毎回機会があれば書かせる、ね、ピクチャーディクショナリーの中から好きな単語を選んで書くっていうのもこれねテンション上がりますよね。はい、私は単元テストの名前をローマ字で書いてもらっています。これ名前もね中学までに書けないといけないことの一つなんですね。はい、で私のそのテストのは選べるんですね。書いても書かなくてもいいんです。でローマ字で書けたらね、書いても書かなくてもいいんだから、書いたらこれやる気があるねっていうことでやる気点1点プラスつけてあげてます。だからうちの学校の英語の点数っていうのは101点っていうのが最高点なんですね。みんなそれを書こうとします。はい、で5年生は基本大文字で下の名前だけでも OK にしてるんですね。で出席番号で誰かもう分かるじゃないですか。なんでまあむちゃくちゃ下手くそでも頑張って書くっていうその姿勢を評価しています。で6年生は5年生の大文字から始めて名字名前ね、そこも書かせて、そして始まりは大文字であとは小文字っていう最終的な名前の書き方までいきます。で大事なのはね、そこもテストの一部としてちゃんときちんと添削してあげるってことです。それやり続けてるともうユニットと7に入るくらいまでにはほぼみんな上手にね、6年生何も見ないで名前を大文字小文字で書けるようになっています。ね、これで安心して中学に上げられますよね。さあ次回は四線指導、こっからが本番になります。小文字を取り上げます。それでは See you next time! バイバイ!